私たちは食事、入浴、排泄、日々のお困りごとなど皆さんの生活全般の支援を行っています。で、利用者様のできることを常に考えて行動しています。私は目の前の方を大切にできるお仕事がしたいという思いがかねてからあり入社を決めました。で、損保ケアでは入社前の説明会から入社後のフォロー面談全てを通して関わってくださる社員の方々が心が温かくてすごい素敵な方々が多かったので、こんなところで私も一緒に仕事をしたいなというふうに思いました。はい、実際に現場で働いてみて自分が想像していたよりも嬉しいこととかもちろん大変なことであったりやりがいを感じられる場面がとても多くて毎日がすごく新鮮です。ご利用者様の誘導中にふとかけられた言葉で今の気持ちを忘れずに困難なことがあっても頑張ってくださいっていう言葉をもらって、それを常に胸に刻んで頑張っています。仕事を続ける中で慣れとかももちろんあるとは思うんですけれども、初心に立ち返って常に基本に忠実に頑張っていこうと思いました。ご利用者様の体調であったり様子っていうのは一日の中でもすごく変動するので、毎日同じようにはいかないっていうのがすごく難しいと思いました。その分距離を近づけていろんなことを知っていくことができるので、自分の中で知識とか技術が上がっていく実感があるのはすごく嬉しいなっていうふうに思います。私はもともと結構ネガティブ思考な方なんですけれども、母親とかに相談するときに全部力になるって考えてプラスに捉えた方が成長できるよっていう言葉をもらったので、その言葉を胸にいつでも吸収して全部力に変えようという気持ちで頑張っています。それでも落ち込んでしまうときは友達と出かけたりお話ししたりする中でストレス発散しています。ご利用者様の一瞬一瞬の喜びとか笑顔に貢献することです。で、私は介護の現場を通じて得た経験とかエピソードとかあとは気づきとかを全て大切にして、これから介護に携わる人をすごい増やしたいなって思いが、かねてからあるので、そういったことにも将来的には挑戦したいです。で、楽しいこととか難しいことも含めて気づきにあふれた価値のある仕事なんだよっていうのを発信できたらいいなと思っています。はい、ご利用者様の誘導中にふとかけられた言葉で今の気持ちを忘れずに困難なことがあっても頑張ってくださいっていう言葉をもらって、それを常に胸に刻んで頑張っています。仕事を続ける中で慣れとかももちろんあるとは思うんですけれども、初心に立ち返って常に基本に忠実に頑張って、私はご利用者様に対しての笑顔とありがとうございますの言葉は常に欠かさずに実践しております。日々学びの姿勢を忘れずに全部吸収するぞっていう気持ちで毎日働いています。